WebP 画像の例、WebP は、米は、米グーグルが開発しているオープンな、静止画像フォーマット。ファイルの拡張紙は、WebP。2010年9月30日に、仕様が公表され、隠しツールと共に提供が開始された。ウェブサイトのトラフィック量軽減と表示速度短縮を目的としており、インターネットのウェブページで広く使われている、非可逆圧縮の JPEG や、 可逆圧縮の GIF、p n g の置き換えを意図する規格である。JPEG とは異なり、非可逆圧縮でも、アルファチャンネルを扱える。画像圧縮については、動画規格 WebM のベースである VP8、ビデオコーデックの技術を利用しており、コンテナ形式として、リフを採用している。コンテナの部分を除くと、非可逆の WebP は1フレームの WebM である。WebP の 最大ピクセル数は16,383、X16,383 ピクセル。非可逆のサンプリングファクターは、ユークブクラ4、2、0のみ。ICC プロファイル、XMP メタデータ、アニメーションには対応したが、クマックカラーモデルには対応していない。3D 画像には将来対応する予定。なお2011年頃まで。 Google は WebP is pronounced WEP と説明していたが、2020年現在、その記述は削除されている。Google の示した事例では、ファイルサイズは非可逆圧縮モードで JPEG と比較して25から34%小さくなり、可逆圧縮モードで PNG と比較して28%小さくなるとしている。また22%のファイルサイズ増加で、 アルファチャンネルを追加できるとしている。可逆圧縮はエンコードは PNG よりも時間がかかるが、デコードは PNG よりも高速であると主張している。一方、非可逆圧縮では2013年10月に行われたモジラの比較調査で、旧来の JPEG と対して変わらないという結果となった。ありがとうございます。